ベアリスは、スペイン、ガリシア州、オーレンセ県の自治体、コマルカとカルバジーニョに属する。ガリシア統計局によると、2010年の人口は1285人で、ある。ガリシア語話者の自治体人口に占める割合は97.00%。ベアリスは、オーレンセ県の最西北部、ポンテベドラ県との県境に位置し、コマルカとカルバジーニョに属する。 隣接する自治体は北がホルカレートラリン、東側をイリーショトボボラス、南がアビオン、西がアラマの各自治体と隣接している。自治体中心地区はベアリス教区のベアリス地区。ベアリスはオカルバジーニ司法管轄区に属す。自治体市長はガリシア国民党のマヌエル・プラード・ロペス、自治体評議員はガリシア国民党8、 ガリシア民族主義ブロック、1となっている。首長当選者、マヌエル・プラード・ロペス首長当選者、マヌエル・プラード・ロペス首長当選者、マヌエル・プラード・ロペス・ベアリスは3の教区に分けられる。太字は、自治体中心地区のある教区。ABC、イゲ、ガリシア自治州政府。2011年6月10日閲覧。ネイラ、カルロス。 エイブルーシャンのウソトゥーゴリーゴポルカンチェローズ、プロザ・プブリカ、http、プロザ・ガル、リクターソ、1263、エボルシオンのウソトゥーゴリーゴポルカンチェローズ、ab、ディースヤナージ・グラフコエレストロドで、ガリツヤボリューム3、p284 から291、ジゲル・プブラケーションス、2009、ISBN978 から8461358120、 カーベリーの、パルティードジュディシャルナンバー7でオーレンセ。コンセホゼネラルデロースプロクユドースデエスパーニャ。2011年6月10日、閲覧。パブロスヨネスデエチョデスで1900アスタ1991。シフレスオフィシャルズデロースセンソスリスペクティボース。シフレスオフィシャルズデパブレーシアンリザルトンツゲラ。レビチオンデルパドロンミューニセプル A1 デエネロ、AB。 スペイン内務省2011年地方選挙結果。スペイン政府内務省。2011年6月10日閲覧。AB、スペイン内務省地方選挙結果。スペイン政府内務省。2011年6月10日閲覧。ありがとうございます。